はい、どうも。ちょっとあの後ね、もう一回コミュ見直したりとか、いろんな意見をちょっと見まして、まあ、改めて自分の思ったところとかを一応言っておこうかななんて思ったわけでして、そうね、まず窓か、まあ、見つけたっていうその箱自体、宝石箱だろうっていうところで、まあ、プロデューサーも窓かもそう思って中身を確認したところで、まあ何もなかったよっていう。窓かは言ってるんですよね、最初。窓かはね。んで、まあ捨てといてくださいっていうことで、窓かはその価値に気づいていなかったんだけれども、何も入ってないのかっていうと確認していくと、っていうところで窓かの歌声も入ってきつつ、オルゴールだと。いやー、憎い演出だよね、これはまた。オルゴールだって。いいよなー、ここ。見返してて、確かになって思ったね、ここは。オルゴールだって言ってるとこで、まどかの声が響いてくるっていうのが、またいい、なんだろう、比喩というか、なってるんじゃないかな、っていうのを思いながらも、まだ歌わないようにって言ったのに、まあ、プロデューサーも優しいところもありますが、で、そこから、まあそうだね。いつも冷静で分別がつく。そういう窓からしくないな。というとこで、ここでまた窓かの歌に対するその姿勢が、まあ感情が見えてくる。そんなとこもありますよね。放置されていたせいか、オルゴールの音は歪んでいた。綺麗な音が出ない。いやー、そうで、ここで違う窓違かうの違う。思ってることとかがこう声で聞こえてくる。あくまで見えては来ないんだけど、声では聞こえてくるっていうところ。この音じゃない。だけどプロデューサーにはしっかりとその音は聞こえていて、もっまあとその、精巧で複雑で繊細で。まあ、オルゴール、綺麗なオルゴールを目指してるのかなってとこであるんだけど、まどか自身。ただ、プロデューサーはしっかりとそこが見えていて、とても荒くて、単純で野生的で。透明な音じゃないと。だけど、豊かな、失礼しました。豊かな音はあると。いい音奏でてますよ。もっと魂を削り出すように。そう、魂を削り出すように。美しく。で、ここで来る一枚絵が来るんだけれども、そこに窓か自身がよく映ってるというか、そう、ここで綺麗に綺麗に歌おうとしてる窓かから、もう感情をあらわに映し出してる、このたけだけしい、荒々しい窓か自身が見えてきて。で、確信すると、それを見て。やっぱプロデューサーだわ。そう。樋口まどかには劇場がある。これが大切なんだな、まどかには。でも本人はそれを気づいてないんだよね。そう。というところでね、まあいろいろとまだまだ多分みんなでこう話せばね、話すほど言いたいことも増えてくるんでしょうけど、まあ今回はこんなところで、また次回よろしくお願いします。